ですね。それで足立がワンポイント、はい、さてこちら A マットの方では日本の奥山圭司選手が出ています。57キロ級の奥山圭司、現在3ポイントリードしています。パキスタンの選手を3対0と破ってリードして残りが2分です。いい試合の展開になってます。そうですね、パキスタンのナシール、日本の奥山圭司、また低いタックル、奥山いいタックル入りましたよ。片足タックルに入りました。またバックを取りました。ポイント奥山4対0。奥山選手はタックルは得意ですからね、これがバンバンこの試合で決めれるようになるといいですね。今の片足両足ともにいいタックルをするんですよね。非常に低いタックルでしたね、はい、奥山が4対0とリードしています。さあこのバックからの攻め、残り1分17秒でスタンドに変わります。パキスタンのアマド・ナシール、日本の奥山圭司、4対0と奥山がリードしています。奥山のスタートはパキスタンのナシールとの対戦で始まっていますが、4対0。このパキスタンのナシールはアジア選手権第6位ですね。ああですから、まあ、奥山は完全にもう取れると思いますけどね。福田さん、奥山選手の左肘にはサポーターがありますが、はい、これは昨年のその今年のアジア大会ですね、はい、でアジア選手権ですね、アジア選手権で腕を脱臼したんですがね、まあ、ほとんど完治はしていると思いますが、はい、もうちょっとやっぱりね痛みが残っているようですね。さあ大きく抱え上げてきましたのはナシール。こらえます足立、奥山、こらえる奥山、スタンドに変わります。ポイントは許しませんでした。16秒ですからね、はい、もうこのまま逃げ切ってもらいたいですね。またタックルしました。低いタックル、またポイントを重ねます。なかなかいいタックルです、はい、試合が終わりました。奥山が5対0で勝ちました。奥山初戦はパキスタンのアマド・ナシールを5対0と破りました。背中が心持ち汗で光っています。横崩しを見せる、うまくローリングをして、そして V字をしながら2ポイントを上げました。